もう軽くて薄いものがね、はい、いいものだと思っているので。まあやっぱりまあ機能はね、いちいち調べなきゃいけないんですけど、はい、まずはやっぱ見た目ね。まずは見た目、はい、これも合格ですよね。合格、はい、かっこいいもんね、これね。はい、やりました、皆さん拍手。見た目合格で、薄いでしょ、はい、薄い、軽い、ね、それから機能ですよね。それが4番目。皆さんこんな選び方でも大丈夫ですか？全然大丈夫です。今のもすごいですから、全部中身はすごいですから。で、ぜひ細川さんにはかっこよく持っていただければ。かっこいいしかない、僕もそう。何でもかっこいいんですけど、かっこいいものがさらにかっこよく。これは薄いね。ねえ、ですね。こんな技術があったらどうしますか、これ。ありがとうございます。カメラワークもしっかり、はい、捉えていただきましたでしょうか。これね、冗談抜きで本当にいいですね。はい、ありがとうございます。例えば、まあ、ちょっとお安い感じの、5万円台とか、はい、6万円切るぐらいのね、パソコンが多分多いと思うんですけども、はい、まあ、それだとですね、やっぱりこう画面が小さかったり、そうなんですよね、ちょっとね、使いづらかったりする部分も、まあ、まああるんですよ、やっぱり。まあそれはでもしょうがないかなっていう部分かと。その分小さいからいいっていうのはあるんですけども、はい、そういうね、ストレスがこれはない。ない、うん、で、なおかつやっぱり機能的には本当にもう十分部分です。もう、フル入ってますね。じゃあそのあたりの性能については三浦さんの方からご紹介いただけますか。そうですね、まず CPU、まあ、パソコンの脳みそみたいなものなんですけども、はい、それがインテルのコア2って言って、もう最新の高速反応を採用しますし、これですよ、コア2デュオですよ。そうですね、噛みそうなあれですけど、これが大事なんですよね。これですよね、はい。どうしてこれが大事になってくるんですか。これが遅いとインターネットしても待たされるし、立ち上げも遅いし、あ、ちょっと処理能力処理能力ね、なんかちょっとそうなってくるとストレスになっちゃいますよね。実は家で使ってるのはデスクトップなんですね。らしいですね。で、2年前に、どっちか迷った挙句、その時ね、ちょうどいいものがそんな見当たらなかったんですよ、僕の中で、ね。で、デスクトップにしたんですけど、はい、この2年の間にノートパソコンの、ね、進化すごいですよね。そういう意味ではさっき紹介したような、まあ、ちょっと安いものも出てきたりして迷ったんですけど、はい、それではね、まあ、ちょっとまだ決めかねていたところに、ね、この UX30 が出たっていうことですよね、はい、そうです、ね、かなり新しいセグメントです、うん、いいもの買わないと意味がないわけですよね。やっぱ買って、まあ、最低でもですね、やっぱ3年ないしは5年使うわけですから、それに耐えうるものという意味ではこれ非常にやっぱりよくできてるなと思いますね。そこでやっぱりどれを使うのかっていう意味では、コスト的にも非常に安くていいものっていうのは、これは買いなんじゃないかなというふうに思います。なので、ぜひですね、量販店とか電気屋さん行った時にはですね、アスウスのパソコンちょっと見たいんだけどとかっていうと、お、この人ちょっとできるんじゃねえかまあ、本当にね、まだまだ、ね、知ってる人はそんなに多くないので、そういう意味では本当にいいパソコンだと思うので、ぜひお試しください。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。買ってね、これね。ありがとうございます。今日はですね、この ASUS UX30 の紹介をしましたけれども、非常にいいパソコンだと思います。僕は正直デスクトップ派だったんですけども、まあ、これを機にですね、ノートパソコンもやっぱりいいなというね、時代に入ってきたということで、まあ唇を切ったなというのがね、このシリーズではないかなというふうに思います。なので、ぜひですね、今日イベントに来られなかった方もですね、量販店に行ったりですね、お店に行ったりしてですね、ぜひこの商品を見てみてはいかがでしょうか。Yes.